サムスン電子のリザイアー副会長がサムスン生命公益財団の理事長職を維持することにした。公益財団理事長を務めていることと関連し、不必要な誤解を避ける次元で、理事長職を離れる可能性もあるという観測も出ていたが、再任という結論が出た。サムスン生命公益財団は18日午前11時、理事会を開き、 衣服会長の理事長再任案件を通過させた。衣服会長の理事長職一辞任期は今月満了する。2015年5月15日、衣服会長は父である李健機会長が務めていたサムスン生命公益財団とサムスン文化財団の理事長職を譲り受けた。